熊野市出身の大和さんは木の感触や工作が好きで、中学卒業後に大工になり、東京や大阪を渡り歩いた後、30歳の頃 U ターン、仕事一筋で過ごしてきました。転機は2018年、近所に住むアーティスト山西貞夫さんと意気投合し、一緒に展示会をやろうと誘いを受け、大工で培った技術を生かして厚さ3センチほどの板を切り抜き、パズルのように組み合わせる独特の手法で絵画のような立体作品をいくつも作り上げてきました。主な題材は立ヶ崎や丸山千枚田といった地元の風景のほか、富士山などの観光地で、絵の具などは使わず色調の異なる木を組み合わせて表現します。先月から一般公開しているギャラリーは、美浜町上市木にある工房の一角を改装したもので、自身の作品を中心におよそ50点を展示し、絵で表せない木のぬくもりを作品から感じてほしいと来場を呼びかけています。大和さんは、体が続く限り作品を作り続けていきたいと話しています。